こんにちは、みです。本日も、村子さんからですね、テンスラのコラボキャラクターをご紹介ということで、ツイートされておりますので見ていきましょう。まず白狼ですね。白狼星6のキャラになっておりまして、属性光水です。覚醒バインドスキブが4つ、封印指が1秒分回復、 L 超コンボが4つ、ボイスに超覚醒で無効感プラスが見えておりまして、スキル消せない覚醒無効全回復、2ターンの間属性吸収を無効化、ダメージ上限値が自分のですね、上限値が70億が6ターンになっておりまして、汎用性は高そうですね。回復 L あるのでスキル増やしたり、耐久値、上げたりすることもできますし、消せない覚醒無効役としての採用がほとんどだとは思うんですが、ついでに属性吸収無効もあるというところでかなりいいですね。しかも2段継続、そして自分も上限値、70億で、単体で140億出していけるよという形で、一応無効貫通火力も出る、光場でも、使えますし、多色でも使えるような感じになっていて、とてもいいと思います。はい、そしてリーダースキル7、6マス、悪魔タイプの HP と回復力が 4.4 倍、6コンボ以上で攻撃力が上昇最大36倍。7、6マスっていうところはいいですね。7、6マス起動薬としても使えるのでいいと思います。はい、そして武器、副属性光変更スキル超コンボ、光ドロ強プラスが2つ、そしてスキル4ターン変質に1ターンの間全員のダメージ上限値が90億ということで、全員90億は結構やばいですね。に加えて、超コンボ武器4ターンヘイストあって、これも強いね。これ強いね。特に副属性光変更があるので、光パーだったりにおいてはかなり強いんじゃないでしょうか。はい、いい武器持ってますね。両方とてもいい性能だと思います。はい、そして次シオンとソウエイも登場です。ということで、シオンから見ていきましょう。レアリティ星6ですね。覚醒バインドスキブ封印回復 L、 チーム HP 強化が2つ、超コンボ4つにボイスと、超覚醒で無効貫通プラスです。最近もう回復 L が、常備されてるようになりましたね。属性が闇ですね。スキル1ターンの間自分の攻撃力が2倍、上限値が90億、1ターンの間ダブル吸収無効、3ターンですね。3ターンでダブル吸収打ってて、炎波かけて上限値自分が90億、単体180億でしょ。強いですね、これは。HP も漏れるっていうところもいいですし、白狼と同じようにね、無効貫通火力も一応闇パンになった時に使えるように、なっているのがとてもいいかなと思います。はい、そしてリーダースキル闇回復の同時攻撃でダメージを 77% 軽減、攻撃力が35倍、3コンボ加算固定値ダメージ、闇属性の回復力が3倍ですね。ちょっと耐久値的には低めかな。 HP 倍率1の 77% 軽減なので、耐久値はちょっと低めですけど、回復力3倍はとてもいいかなと思います。はい、そして武器、副属性闇変更無効貫通、封印が2つ、お邪魔完全耐性に追加攻撃です。スキルが2ターンの間ダブル吸収無効、受けるダメージを半減、上限値が90億になっております。これは無効貫通パだったら全然、ピトーとかね、その辺のパーティーで使えるんじゃないかな。封印も、付与できますし、最近ちょっとね、封印足りないパーティー結構あるのでね、こういう武器があるとかなり楽ですね。お邪魔完全耐性もあるし、とてもいいと思います。はい、そして次ソウエ見ていきましょう。ソウエは、こちらも星6、バインドスキブが4、封印に回復 L、普通の LG プラスですね。そして超コンボが4つ、ボイスに無効貫通プラスが見えております。みんな結構似たような覚醒してるんだな。超コンボ4つに LG みたいな、基本的に似たような感じですね。はい、そして属性は水闇です。スキル1ターンの間操作時間と全員の攻撃力が 1.5 倍、盤面が7、6マス、ロックを解除し盤面を水闇回復に変化です。なるほど。リブルのサブに使えるかなっていうところ大事だと思うんですが、悪くはないか。 L 字持ってるし、操作時間とか、デバフ返せて、54マスとかも返せて、でロック解除生成もあるのでとてもいいし、でリーダースキルもね、7、6マスなので7、6要因としても使えるかな。水闇の同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が30倍、固定1ダメージ、
操作時間が3秒延長ですね。まあ、ソウエイ自身をあんまりリーダーで使うことはなさそうですが、76起動役としてリムルとかのね、いいんじゃないかなと思います。はい、そしてソウエイの武器、副属性、水変更、チーム HP が3つ7強。おー、まあ、これはちょっと強いな。強いですね。で、スキル3ターン以下く強い。消せないドロップ全開。服2ターンの間、盤面が76マス。ダメージを 85% 軽減。うわ、武器が強い。うわ、まあ、これちょっと強い。強いな。何回も言うけど強いな。まあ、リムルにつけてもいいし、ソウエイにつけてもいいし、まあ、服属性ね、水に変更しながら、火力上げながら、HP も持って、さらに7強で火力アップ。で、3ターン以下くで、アシストじゃない、変身までサポートしてという感じで使えるので、まあ、ソウエイの武器かなりいいですね。はい、続きまして、ベニマルとシュナ見ていきましょう。まず、ベニマルです。レアリティ星6、バインドスキルが4つ、回復 L に超コンボが4つ、無効貫通プラスに TG にボイス、で、聴覚性に、ドック完全耐性ですね。おぉ、無効貫通ついてくるんだ。はい、で、属性が非闇ですね。スキル1ターンの間、ドロップ2個が超暗闇状態、非闇と、自分の攻撃力が2倍ロックを返し、非闇回復5個ずつ節制。うわー、そっちか。ベニマルね、結構、まあ、ゴッドガンダム系のサブとして使えるかなと期待していたんですが、ちょっと、毛色は違いそうですね。まあ、他に相性がいいキャラがいるのかな。まあ、非闇系のキャラが相性良さそうだけど。で、リーダースキル、非闇の同時攻撃でダメージを、激減、攻撃力が35倍、4コンボ加算、悪魔タイプの HP が 1.1 倍、回復力が3倍。まあ、回復力もあって、とても良さげですが、まあ、実質 HP 的には 4.4 倍っていう感じですね。はい。で、追加攻撃もなしという感じです。そして、ビニマルの武器、副属性非変更、スキルが2つ、無効貫通、追加攻撃に指が1秒分、スキルロックを解除し、非闇回復に変化、3ターンの間、全員の攻撃力が3倍、3ターンヘイストが18ターンですね。まあ、なんなら、これ、ゴッドガンダム系のパーティーで副属性変更しながら無効貫通火力上げるっていうところでは、いいんじゃないかなと思いますね。はい、そして続いてシュナですね。こちらも星6、バインドスキルが2つ、封印、回復ドロ強が4つ、チーム HP が2つ、LG プラス、ボイスに聴覚性でもう1つ、回復ドロ強プラスですね。いや、これは強そうな予感がしている。覚醒からするとめっちゃ強い。属性光火です。スキルが一旦の間、盤面が76マス。闇属性ダメージを無効化。おぉ、なるほど。消せないと、学生向こう全回復が6ターン。おー、なかなか面白いですね。っていうか、まあ、闇属性のダメージを無効化がなくても強い。盤面返せて、54マス返せて、消せない覚醒無効回復役。で、チーム HP 漏れて、回復力漏れて、アシスト無効回復。これ、シューナー強いやつです。まあ、闇ダメージを無効化っていうのは結構ピンポイントにはなりますけど、もしかしたら今後のダンジョンでこれがめっちゃ強い可能性もあるし、まあ、別に既存のダンジョンでも使えないことはないかなと思います。そしてリーダースキル76マス、光属性の全パラが 2.2 倍、光回復の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が14倍ですね。はい、 2.2 倍半減ということで実質 HP は 4.4 倍ぐらいですけども、まあ、76マスっていうところはね、結構強く使える状況はありそうだなと思います。はい、そして武器、副属性光変更スキル、回復ドロー強、チーム HP2 つに指があって、消せないバインド覚醒無効全回復、2ターンの間、盤面が76マス、回復力が2倍。まあ、これは別に特段めっちゃ強いってわけではないけど、まあ、普通にスキル HP 漏れて回復力も漏れるので、まあ、割と普通って感じですかね。まあ、それよりもちょっと本体がめっちゃ強いかなという印象です。はい、そして本日最後、ミリブナーバですね。シンクロ覚醒に対応しておりますということで、変身キャラになっておりまして、レアリティ星7だ。おぉ。バインド封印スキルが4つ、ボイスに、シンクロ覚醒でインのカゴです。変身は37ターンで、変身時、自分の上限値が90億、盤面が76マスが2ターンですね。はい。で、変身後がこちら。こんな顔だったっけ、ミリム。はい。で、変身後の覚醒、バインド封印、指が1秒、浮遊に超コンボが4つ、TG 無効貫通、ボイスに、シンクロでインのカゴですね。で、属性が闇火です。は、これはベニマルか？スキル2ターン内で自分の攻撃力が2倍、ダメージ上限値が100、120億。
ロックを解除し、火闇火薬を9個ずつ生成、シールド1つを破壊。なるほど。で、リーダースキル、闇火火薬の同時攻撃でダメージを 80% 軽減、攻撃力が55倍、4コンボ加算、固定500万ダメージ、闇属性の回復力が 1.5 倍。はいはい、実質 HP 的には5倍あるので、まあ、変身キャラだなという感じですね。固定があってコンボ加算もあり回復力もあり、なるほど強いな。そうなると、まあそうなるとちょっとベニマル微妙って言ったけど強く見えてくるな。まあ、ベニマル2ターンスキルなので2ターンに2体入れて、まあループしながら、ドロップ供給して、まあ、エンハかけながら、まあちょっと暗闇はできちゃうけども、ドロップの供給はできるでしょ。で、ミリムの方でさらに上限120億で火力はあり、シールド破壊。いや、これはちょっと、あれですね、合わせてください感は出てますね。まあ、もしくは、ミリムにベニマル1でもいけるのか。まあ、ミリムにベニマル1でもいけるし、まあ、ベニマル2でも別にいいし、という感じで、これはちょっと、ベニマルと一緒にね、悪さができそうなキャラが来てしまいましたね。まあ、これちょっとなんなら今で言うと、リムルより注目度高そうですね、ミリムの方が。はい。そして武器ですね。フック属性闇変更、スキブが3つに超コンボ。で、スキルが2ターンの間、盤面が76マス、悪魔タイプの攻撃力が10倍ロックを解除し、火闇回復を9個ずつ生成、覚醒無効を全回復。まあ、ミリムとか、ベニマルはね、別に副属性変更する必要はないかなとは思うけども、まあ、スキブ3つ超コンボがまず強いので、はい。どっちもベースも武器も強い、ミリムですね。そしてシンクロ覚醒はクレイマンのレベル99とスキルベ50を、スキルベ51かを所持すると、インのカゴが覚醒できるようになりますといった感じです。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回は結構ベニマルミリムがやばいなといった感じですかね。で、まあ、シュナも結構回復役としては壊れているかな。まあ、ソウエンは、まあ、リムルと合わせて使うのかなといった感じですが、まあ、リムルはね、もう一歩相方が、いい相方が出ないと、ちょっと微妙という感じはあるので、今後に期待という感じですね。明日もコラボ情報をお届けしますと書いてありますので、また楽しみにしておきましょう。皆さんの感想等、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、さようなら。しげしげチャンネル。